ドジャース、マリナーズ、21日、ロサンゼルス、ドジャースの大谷翔平選手は、1番、DH で先発出場。5回の第3打席で5試合連続安打となる右前打を放つと、すぐに盗塁。39個目の盗塁を決め、史上6人目の40本塁打40盗塁に、本塁打、盗塁ともあと1とした。 この日は初回の第1打席で空振り三振。3回の第2打席は死球で出塁していた。